かりこでございます。ということで新スタジオになってからの最初の料理動画でございます。めちゃくちゃ違和感ありますよね。僕もものすごく違和感があります。めっちゃ緊張するしで、1本目の動画いろいろ考えたんですけど、やっぱりめでたいということで今日は市場で買ってきたお魚で船盛りを作っていきたいなと思ってます。というわけでさっき市場に行ってきましたので、そちらの映像をどうぞ。さあ新年一発目来ましたよ、魚市場。とりあえずちょっといろいろ見ていきましょうか。で今日は船盛りを作りたいんですよね。だからとりあえずベースとなる魚、タイあたりがいいですよね。タイとか、あとマグロとか、そこら辺狙っていきたいと思います。うわこれ見て、安い。4匹4500円。ちょっとサイズは小さいけどね、これいいな。うーわ毎回あるね、サメはね。やっぱり200円。これも面白そうだけどな。うわこういうの、こんなん俺めっちゃ好き。貝セットがね、板谷貝、赤貝、バカ貝、めっちゃ貝セット。おっタイあるじゃん。めっちゃいいタイあるじゃない。おえここに生きてるやつもある。ここにもあるじゃん。え1尾これで2800円か。これちょっと候補だな。すげえうなぎだ。安い。1本1400円ですか。はい 3P サイズで安っ。ちょっとうなぎまたやろうか。ありがとうございます。おおでけえスズキ1500円。あこれも欲しい。車エビ、車エビ買おう。すいません、車エビを4匹ください。船盛りにエビの赤が入るとめっちゃ綺麗なんですよ。ちょっとボイルしてね。車エビはいっとこう。ああ忘れてました、ごめんなさい。ありがとうございます。お釣り忘れてました。あアワビ、アワビ買おう。アワビこれください。安っ。1000円。ありがとうございます。アワビユジバです。一応まだ始めたてなんですけど、気まぐれクックっていう名前で頑張ります。ありがとうございます。うわでもこれイワシがいいよ。この鮮度のイワシはね、朝一来ないとなかなか買えないからね。船盛りにちょっと光り物入れようか。500円だしね、これめっちゃ安い。これ買おう。すいません、イワシください。イワシも購入。やっぱね市場に来ないとこの鮮度は買えないんですよ。あ、ありがとうございます。どうもね、ありがとうございます。おめでとうございます。おお白アマダイだ。白アマダイだって、すげえ。うわここいい。あこのサイズの車エビもいいな。これ天然ですよね。天然だ、いいなこれ。いやちょっと買っちゃった。これはあれだね、赤シャだ。これ赤シャ、赤シャの池。すごい鮮度いいな。これ空っぱだ。こういう遊び心も朝一のいいとこですよね。怒っとる。かわいい。お黒鯛だ。今ねこの時期黒鯛がうまいですよね。あでも今日祝いなんでマダイできます。うわマグロ、本マグロおるけど。えこれで作りてえ、待ってこれでやる。ちょっと待てよ、タイの予定だったけどマグロあるか。いやタイだな、タイにします。あ渡りガニ、切り渡りですね。これ安いな。今時期的に渡りめちゃめちゃ高いんですよね。月被害があった。これ珍しい貝ですよね。これ月被害っていう貝で、ホタテっぽい貝なんですけど、これの貝柱がうまいんですよね。貝枠でこれも入れますか。すいませんこれください。月日貝ゲット。あ、これ買おう、鳥貝。鳥貝美味しいですよね。これ刺し盛りに入るとね、これ綺麗なんですよ。超僕好みの刺し盛りになると思います、鳥貝。まあやっぱあいつかな、あの池かな。よし、やっぱこれにしようかな。生きた鯛はこいつしかいなかった。すいません、鯛のこの手前の方、こっちを、はい、よし、これでメインの鯛は揃いましたね。あとちらっと見て変わったものがあったら買って帰りたいと思います。それじゃあ帰宅というわけで、本日の食材がこちら、たくさんの魚介ということでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、車エビ、月日貝、マイワシ、アワビ、マダイ、鳥貝っていうことでね、やっぱり朝一は鮮度がいいマダイやなんかまだ生きてるやつを買いましたんでね、これ天然のマダイです。まだ身がプリプリです。今日はあえて寝かさず鮮度のいいプリプリのマダイを使っていきたいと思います。このイワシもね、すごく綺麗なイワシですね。ついつい買ってしまいました。貝類、イワシ、エビ、マダイの順でさばいていきます。で、ここのキッチンが生きる時が来ましたよ。このまな板をここにカコンと、ちょっとまだ1本目の撮影でカメラの設定とかマイクの設定、これがねビシッと決まってないと思いますんでね、ちょっと音が反響しちゃったりだとか、映像がちょっと明るすぎて逆に暗くなっちゃうみたいなことがあるかもしれません。徐々に改善していきますのでよろしくお願いします。そしたら月日貝、こういうちっちゃいところは酒蒸しで後日食べます。なので大きめのところの貝柱を抜いていきましょうか。こういうホタテ剥き用のナイフでスカッと入れてパカッと開く。ほら、結構貝柱がでかいんですよね。でホタテに比べて貝柱が白いですね。これがねまたうまいですよね、癖がなくて。しかも月日貝ってこっち側が赤で裏側が白なんですよね。紅白でとっても縁起がいいんですよ。なんでこいつは絶対船盛りに入れたかった。で片貝を外して、まだ新鮮だからこう紐を触るとほら生きてますよね。これも最高の鮮度感ですね。そしたらホタテと一緒ですね。紐を持ってグリッと紐と肝を取っちゃいます。で貝柱だけにします。グリッとこんな感じですね。で鮮度が弱いとこういうふうにね貝柱が取れてきちゃいます。月日貝は結構弱りやすい貝なんですよね。そしたらこの状態になったら貝柱を外すと、はい、こんな感じ。これで月日貝の仕込みの完成で、こうやって水を流して、でこの水切りでこれでいけると、なんて画期的なんでしょう。次はアワビいきましょう。アワビは真水で軽く洗い、塩をぶっかけゴシゴシとこすって汚れを落としていきます。そしたら穴の開いてる方の逆側、こっちの鋭い方ですね、こちらからナイフを入れます。貝柱がこう断ち切れました。断ち切れたら反対側からひっぺがすと、こっちからナイフを入れて、でひっぺがすと。で肝がこういう風についてきちゃったら、肝は穴の開いてる方の取っかかりからビビビビビッと剥いていきます。そうすると破れずに肝が取れます。でここに赤いくちばしがありますんで、このくちばしをニュッと取ります。まあこれも食べられるんですけど、ちょっとねお刺身にするとゴリゴリっと硬いので、このくちばしは取っちゃいます。はい、これでアワビの仕込みの完成。はい、次イワシをいきましょう。でイワシをさばくときはお酢を入れます。さーっとね酢水を作っておきます。それでさばいていきます。まずは頭を落とすと。で頭が落ちたら次はお腹ですね。お腹を落としていきます。でお腹割るときにコツがあるんですよ。こう1本こう入れて、でここの段階で内臓をグッと取り出します。うわ、めっちゃ脂ありますね。最高のイワシです。でここでこう落とすと。そうするとこうなんだろう、シャープに落とせるんですよね。一発でグッと落とすとこっち側はシャープになるんですけど、下の方の切れ口がぐちゅぐちゅとなっちゃうんですよね。なのでちょっと水流しながら頭落として、でお腹をこっち側落として、でグッと内臓を出してここで落とすと。頭を落としてこんな感じですね。でこれの応用技で、ここに包丁入れて、でここで背中までいっちゃうんですよ。ビビビビビッとお腹割らずに、で反転させて、こっちも同じようにお腹の半分ぐらいに1本入れて、そこからこういくんですよ。でここで骨を落とすと、そうすると開きができるんですよ。めちゃめちゃ早いんです。でこれ何がいいかというと、内臓が出ないんですよね。こう入れて、でここで1本入れて、ビビ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 ッと、で開くと、で反転させて、真ん中あたりに包丁を入れて、こうです。で腹骨がついてきたらちょっと取ってあげて、これめちゃめちゃ仕事が早く開けますんでね、イワシを数こなそうとする場合はこのやり方おすすめですよ。はい、そしたらこのように綿と頭が取れましたら、3枚におろしていきましょう。で普通にこうやって3枚におろしてもいいんですけど、こうやってビビビビビッとね、こっちもで腹骨すいて、でイワシは頭の方からちょっと切れ込みを入れて、反転させて、こうやって皮を剥ぎます。ビビビビッと。でこの白いバターみたいなのがベターっとついてますよね。これが脂の乗ったイワシの証拠ですね。こう入れて、ちょんちょんとやって、手でビビビビビッとむけます。はい、こんな感じですね。でイワシの刺身はこの尻尾のところ、ここら辺ちょっと硬いので、僕は取っちゃいます。このぐらい、こんな感じですね。で先ほど作っておいた酢水の中に入れておきます。ただこのやり方だと中骨がちょっと残っちゃうんですよね。気にならない方だったらいいんですけど、中骨が気になるよって方は一度手開きをします。この尻尾の方から指を入れて、こういうふうに手で開きます。こうイワシは身が柔らかいんで手で裂けるんですよね。でこの状態になったら骨をパツンと切って、で骨を剥がしていきます。ビビビビビッとね、ちょっと切れちゃいましたけど、ビビビビビッと。そうするとこうやって中骨もこうやってついてくるんですよね。これが手開きです。でこの手開きの状態になったら、尻尾落として、で腹骨をすいて、こっち側も腹骨すいちゃいます。で真ん中で割って、でこう背びれのところ、ここだけ取ります。そうするとこんだけ中骨が抜けた状態の三枚おろしになります。でこの状態で先ほどと一緒で頭の方から皮を剥いていきます。こんな感じ。あ、これ綺麗に剥けましたね。このギンギンが残ったら大成功ですね。でもこのやり方だとどうしても手開きするんで、ちょっと身がぐちゃぐちゃとなっちゃうんですよね。これがデメリットですね。はい、こんな感じです。お好きなやり方でやっていただければいいかなと思います。僕はね、手開きをしないこっちのパターンが好きですね。でもその方が綺麗に身がおろせますんでね。そしたら素洗いしたイワシをペーパーの上に乗せて、水気をしっかりと切っていきます。はい、これでイワシの仕込みの完成。そしたら次はマダイいきましょうか。本日の主役です。で締めてもらった後が結構ね深いので、頭と尻尾を分けて使いますわ。多分つながって使えないと思いますんでね。まずは鱗を落としていきます。あと鱗がこう飛ぶんで、飛ぶ場合はこれを1段下げると、1段下げて水を流しながら、しかもシャワーで、そうしてゴシゴシやることによって鱗が飛ばずに鱗取れると。最高ですわ。何この楽しいキッチン、やばい。本当に料理が20倍ぐらい楽しいんだけど。はい、鱗が取れました。そしたらエラもここで外しちゃいましょうか。グリグリグリと一発でいけるかな。はい、こんな感じでお腹を割って内臓も取ってしまいましょう。この鯛は鮮度はいいんですけど油は少ないな。油を求めるんだったら黒鯛買った方が良かったですね。でもお値段が安かったんで、このお値段で生きたマダイが買えることなんてすごいですからね。はい、こんな感じ。よし、そしたらマダイをさばいていきますね。じゃあもう頭は落としちゃいます。鎌の下から頭を落とします。で、頭この状態なんですけど、この状態だと縦にしかこう立たないんですよ。ちょっと斜めに刺したいので、こっちの鎌の部分、これを少し切ります。ちょっと斜めになりますよね。頭を落として船盛りにする際はこのやり方やるといいですよ。よし、そしたら3枚におろしていきます。もうまだ身がプリンプリン、つい2時間前まで生きてましたからね。ほら、まだ身がピク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 っとしますね。養殖の鯛だったら生け物は簡単に手に入るんですけど、天然の鯛の生け物は本当になかなか手に入んないです。よかった、今日いいのあって。はい、片身が取れましたら、こっち側も同じように下に1本、反転させて上にも1本。はい、でここ中骨までいったら、ここ腹骨がついてますんで、腹骨をここで落としちゃう。はい、こんな感じですね。骨はこの上のとこだけ使いましょうか。下は取っちゃいます。こういうふうに使いましょう。そしたら腹骨をすいていきます。ギュッとこっち側も腹骨をすいていきます。はい、こんな感じ。超楽しい。もう流れるように作業が進んでいくっていう、この楽しさ。そしたら中骨を外して、中骨じゃないですね、血合い骨ですね。血合い骨を外して、皮ついたまま柵状にします。こっち側も柵状にします。でよくコメントで質問があるのが、皮引くのになんで鱗を取るんですかっていう質問ですね。大きく分けて理由2つあります。まず1つ目が衛生面ですね。鱗ついたまま皮引いちゃうと、どうしても皮引いた身に鱗がついたりする場合があるんですよ。丁寧な仕事をする場合はちゃんと鱗を取ってから皮引くっていうのが丁寧な仕事です。もう1個は鱗を取った方が皮がきれいに引けます。特に鯛とかだと鱗ついたままだと、この皮目の白っぽいところが残りにくいんですよね。なので鱗は取った方が皮引きやすいと思います。そしたら皮引いていきます。尻尾の方からススススッと。まな板が新しいからちょっと失敗しちゃった。よし、天然の鯛はね、特に皮が薄いんですよね。はい、こんな感じ。わあ、失敗しちゃった。失敗をしてしまいました。こっちはどうだ。あ、こっちはうまくいきそうですよ。あー、ちょっと失敗しちゃった。むずいぞ。はい、こんな感じ。こういう感じに白と赤が残ると綺麗ですよね。そしたら氷水に食塩入れまして、氷塩水を作ってその中にくぐらせていきます。ここで塩水処理をしていきます。こうすることによって生臭みが抜けるのと、鱗の取り忘れとかがあってもここで落ちますのでね。ここで塩水処理で洗っていきます。で、水気をしっかり取りまして、はい、これで鯛の仕込みの完成。そしたら最後ですね、エビの仕込み。エビも縁起物ですので、ぜひ船盛りには入れたい。で、こういうふうに氷締めしてあります。もう氷が使いたい放題なので、こういう技もできるようになったんですよ。動かないですよね。動かないうちに竹串を打っていきます。よっと。こうすることによって茹でた時にくるんと曲がらなくなります。尻尾の付け根からブスブスブスと、こんな感じですね。口から刺す人もいますよね。どっちでもいいと思います。尻尾からでも口からでも。あれ、一匹いない。あれ、え、あ、ここか。逃げ出してましたね。氷締めしてないと結構動くんですよね。はい、そしたらこちら湯がいていきます。これ押して、ここ押して、でプラス押してつきます。お、来た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 。で、自動的に換気扇が回るんですね。で、お鍋を置いてお湯を沸かしていきます。すぐ沸くと思いますよ、高火力なんで。はい、そしたらお湯が沸けました。あっという間でしたね。そしたらここにお塩パラパラっと、あんまり入れすぎてもしょっぱくなっちゃうんでね、もうちょっとで OK です。で、そこに日本酒も少し入れます。で、車エビを入れていきます。で茹ですぎると身がパサパサになってしまいますんで、もう茹で時間はまあ大きさにもよるんですけど2分程度でいいと思います。はい、そしたら一度揚げて熱いうちに竹串を外してしまいます。こう冷やしてからだと竹串が抜けませんのでね、熱いうちにこうやって竹串をくるくるっと回転させて抜いていきます。で冷水にちょこんと入れていきます。なんて綺麗な映像なんだろう。このチャンネル本当に気まぐれクックか。はい、で粗熱が取れましたら氷から出していきましょう。うわ綺麗に色が入ったな。ほらこれ真っ赤っか。本来こういう色なんですよ。照明が鮮魚専用のライトなんで本来の色味が皆さんにお伝えできてますね。真っ赤なんですよエビって。そしたらエビはこのまま盛り付けましょう。こういう感じでね。そしたら全ての仕込みが完了しましたので盛り付けていきます。材料を出していきましょう。そしたらこちらを切って盛り付けていく。まずは船を用意して、でそこに大根ですね。で大根を切ります。で土台を作って、でその土台に串を打って、でマダイの頭にセット、こういう感じでタイの頭をここに置くと。で次はタイのヒレですね。でタイのヒレはこういうふうにペチャンとなってると立体感がないので、ここら辺から竹串を打ちます。そうするとヒレがピーンと立ちますんでね。でつまを持ってでここら辺に立てると。よし。でまた大根に竹串刺して、で次は尻尾にこう打ちます。よっと、こういう感じ。そしたら尻尾をここに置きます。お、いい感じいい感じ。そしたらここに山を作っていきます。こういう感じでつまを引いていきます。でここのラインにまずは鯛を盛り付けていきましょうか。まずは大葉を敷きます。そしたら今日の鯛は池なのでこう平切りではなくそぎ切りでこういうふうに切っていきます。で切っては置いていくスタイル。切っては置く、切っては置く、こういう感じでどん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 やっていきます。どこから来たかわからない急に出てきた本マグロですね。これを切っていきます。本マグロとか切るときはこういうちょっと重めの柳を使っていきます。その方がね綺麗に切れます。綺麗なマグロ。これをここに盛り付けていくと。こちらもどこから出てきたかわからないサーモン。サーモンも5貫。この頭の横あたりにエビを持っていきましょう。高めにエビを盛る。うん、綺麗だ。ちょっと映像撮れてませんでした。でここにイワシを乗せました。そしたら次はこちらですね。月日貝。月日貝はこう来てこうです。開いていきます。半分にして開くと。蝶々みたいな感じですね。回転寿司とかでホタテの握り頼むとこういう形で握られて出てきますよね。こう来て半分。そしたらここに盛り付けていくと。でここに鳥貝も盛っちゃう。ガツッとね。ほら鳥貝のこの黒が入ることによってねビシッと締まりますよね。アワビはもうこのぐらいのサイズだったらもうザクザク切っちゃって、でこれをそのまま形壊さないように殻に戻すと。どこに置こうな。一番船の先頭に置きましょうか。よいしょ。でこうしたらイクラを透明のこういうざるの器に入れてここら辺に置いておきましょうか。乗らなかったや。そしたらこういう隙間にこうパセリとか敷き詰めてできるだけつまが見えないようにします。みかんのオレンジ色とかも入ると綺麗ですよね。赤が少ないこういうね地味なところに置くと。今回は割と赤が多めですけどね。で僕の大好きなレモンちゃん。レモンちゃんも少し飾ってと。できゅうり。できゅうりの松をここら辺にちょんと添えたら、はい、こちら今日朝一で買ったものだけで作った舟盛りの完成。よっしゃ、食べていこう。このスタジオで一発目の実食はこちらの豪華舟盛りです。お醤油を小皿に入れて、まずはやっぱりタイからいきたいですね。わさびをちょんとのせて、プリプリのマダイですね。醤油にちょんとつけていただきます。うまい。程よく油が入っててうまいですよ。この油バチバチじゃない鯛はプリプリで食べるのうまいですね。うまっ。じゃあ次はこちら、皆さん気になってますよね。こいつ月日貝ですね。これすごい綺麗ですよね。ホタテに比べてすごく透明感がありますね。ちょんとつけていただきます。すごく不思議な食感なんですよ。ホタテみたいに繊維がいっぱいある感じじゃないんですよ。もうほぼ繊維は感じられません。もうプルップルです。なんかこんにゃくのようなつるんつるんプルンプルンの食感で、味はホタテを上品にした感じの味わいですね。すごくおしゃれな味がします。次、イワシちゃん。生姜だまりで食べても美味しいと思うんですけどね。今日はわさび醤油でいきます。油たっぷりのイワシです。いただきます。うまっ。待って、むっちゃうまい。これほんととろけますね、口の中で。やっぱ鮮度のいい脂の乗ってるイワシはもう見たら買わなあかんね。お値打ちだし、うまいし、いいこと尽くしですね。でも鮮度が悪くなるとどんどん生臭さが出てくるんですよね。うまい。鳥貝、これもね、地物の鳥貝です。まあ安定してうまいですね。この鳥貝は旬の時期に取って開いたものを冷凍したやつですね。鳥貝の旬は春なのでね、また今年の春も鳥貝やりたいですね。生の鳥貝、やっぱ生の鳥貝が一番うまいですからね。で、マグロうまい。サーモンにちょっとイクラ乗せて、サーモンイクラでいきましょうか。うんまっ。サーモンって不思議ですよね。どんだけ食べても飽きないですよね。僕だけですかね。毎日サーモンの刺身出てきてもいいですもん。エビちゃん剥いてくるんとから取ったら、頭外してこう味噌ね、味噌を吸うと。で、味噌を吸ったら、あえてこれは醤油つけずにこのまま。ちょうど茹で加減バッチリだ。最後、アワビちゃん。サックサクですね。養殖物なんで天然物に比べると香りはちょっと薄いですけどね、歯応えがいいですよ。はい、ということで今日はこちらの朝市で買ってきたお魚で作った舟盛りときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん。銀色のやつ。新年一発目、新スタジオ一発目のお飲み物はこちらです。もちろん銀色のやつ、一番うまい液体。ビアグラスも新調しました。ちょっとおしゃれになりすぎました。気まぐれクック、違和感ありますか？僕はものすごい楽しいです。はい、こちら7対3ですね。どう見てもいただきます。うめえ。皆さん今年もよろしくお願いします。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は市場で買ったお魚で舟盛りを作って食べてみましたけども、新スタジオで作る舟盛りはまた別格の味わいでしたね。いやー、楽しかった。びっくりした。料理しててなんか笑顔になり、ワクワクする。そしてこのスタジオはね、周りに住宅とかがものすごく少ないところに建てたんで、もう声が出したい放題なんですよ。前のスタジオだとこのぐらいの声のトーンで喋ってたんですけど、このスタジオだったらこのぐらいの声量できますからね。最初のうちは皆さんもちょっとね、見慣れないと思いますけども、気まぐれフック、このスタイルでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。もっとこうした方がいいんじゃないのとか、そういう意見がありましたら、もうどんどんコメント欄に書いてください。参考にさせていただきます。というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。